はい、ちょっと今回緊急で動画回してるんですけど、なんとカリスさんルルがいないと息できないらしいんで、ちょっとルルと一緒にね、このロルの教科書、岡田さんと一緒に、今日はやっていきたいと思います。スローが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サソリ最強らしいですよ、皆さん。研究家。はい。皆さん、サソリ取って7分で終わらせるのが今メタみたいです。サソリ取りましょう、トップレーナーの皆さん。取らながちだから。みんなまだ気づいてない、サソリ。うん、サソリに気づいてないよ。沸かせないといけないからな。なんかマジ気づいてない説ある。赤石を、赤石、やっぱエース界隈だったんか。カリスタは、カリスタはガチ、うん、界隈としてやっぱやらなあかんかったよな。バーサーカーブ打つ、合法バーサーカーブ打つ。なんかW取りなのやめてくれなと。バルス殴り勝とうとしてない。なんかしたっけ俺。あなたが一瞬目の前が真っ白になって、うん、俺そんな削ったっけ今。はい、そしたら敵が死んでた俺がそんなまず削ったことがびっくり。これちょっと言ってあげようか。嘘使って言ってあげよう。やめた方がいい気がするけど、やめた方がいいという警告だけしとくわ。 OK、 じゃあこれだけ取って逃げるわ、うん、取られたみたい。まあ、うん、彼はどうせ多分殴り合ったら体ないなって死んでる。ケインもみんな。てか別に今取ればよかったのに。絶対取れただろ今俺取って逃げるだと思ったけどね。まあそういうことを言ってちゃダメですよ。おかずさんと一緒にリコールしなかったのが悪い。育ちましょう一緒に。サソリはトップレーンでなんか湧くらしいよ、3分に。絶対取った方がいいらしいぞ、みんな。サソリはマジで、レーン勝ってる人絶対取った方がいい。うん。あれ、サソリがプレート食っても自分のもんになるし、CS 食っても自分のもんになるし。まあヘラルドと一緒か。サソリね、ダメージ高いから普通に。敵にハラスしてくれるし。マジやばいよ、あれ。サソリ。このゲームさ、なんか、カリスタの E のさ、うん、判定おかしくない？わかんない。あっちのゲームしないか。全然違う。Q がさ、マジ弱え。まあ Q のダメージ自体は高いんだけど。ナイス。キャドが倒されました。うわぁ、これ倒せないんだよね、これが。そう、ガチ倒せないんだよ。マジでなんなん、これ。お前、ルルぶん投げて倒す、あいつ。お。ナイス。お。ちゃんとさ、もう、E だけで足りるかなって思うのに、わざわざ9まで打ってんのに。マジでダマげはない。酒取れるよ。あ、酒取ってもいいよ。あ、そっか。ウルトね。うん。まだ残ってた。さっきケインに使ったと思ったらケインのウルトだ。あれ、目の前からケインいなくなったから。ああ、でこれルルンしか使えないよね。うん、俺に契約してるんだったら。あ、よかったよかった。そこも仕様違うんかと思ったわ。そこはなんかもう気にして失礼なかった。押したら俺が消えた便利なスキルではあるけど、勝手に湧くってか、ここに湧いてんでしょ。サソリどれ？サソリ。あ、サソリ湧いた。まあ、ガレンが出してる。ガレンが取った、ね。踏まないといけないんで、うん。自分、なんか、くぼみの中にマークがあって、あれがプレート取れるの？取れるし、CS も取ってくれるし、全部自分の手元に入ってくるから、最高。宇宙のサソリ。てる顔しね、あいつ。俺さすがによ。俺すごいブリンクあるぞ。さすがにピュンピュンするによ。うん、やっぱね、これいい関係ないわ。どうやっていかにルルにバフもらって敵殴るかだけ。そう、やっぱ
カリスタの解説動画見たけどずっとえって叫んでたからオートアタックが大事うん、いや 俺はあの本家のカリスタの解説動画を出してしまった。俺もちょっと出したけど、あ、待って、これドラゴンか、見てなかった。戦いたくな、全然戦いたくない、ね、私ルル投げようかな、やばすぎ。あ、でも自分で制御できるから、うわー危ない、無理だ、逃げろー、ミートがないと。あれ、ないちゃんかエリック、ここまで届くの草エリカス、あ、あやば、外した。しかもどこ飛ぶ、慣れてどっか飛んでた。あ、しかも今ウルト湧いた、笑った。あ、え、あざす。おー、で、このゲームさ、なんかさ、ケインさ、え、ああまあまあまあ、このケインは一旦 OK、OK。あのさ、ケインさ、ダメージ受けてなくてもさ、アルティメット打ってくるくね？気のせい。ダメージ受けてなくても。うん。どういうこと？え、ダメージ与えないとさ、無理じゃん。え、ないの？そういうのって、ケインって。ん？あ、ないんか。ケインって別にダメージ出してなくても、わからん。ウルト打てるんだ。え、うん、関係ない気がする。よくれてないのか今。パワーがいっちゃって。ああ。さよなら。ボーリンに来て。うわお。なんか来てる。今ミッドがフリーか。俺気のせいだったのかじゃあ。そんなんない気がする。え、待ってケイン。ケインちょっと見てみよう。聞いたことはない。まあケイン使ってる人があまりにも少ないけど。ボットレーンのタワーが攻撃されています。行け行け、走れ走れ走れ。これダメなんだ今の。なんか本当にちゃんと殺さないとあれだよね。いいのリセットされないよな。このラグというか、だからタワーショットとかで死ぬやつに殴りつつみたいな、いいで、あの、いけるってわかる、なんて言ったらいいの。死ぬやつに死んでからいい打ってもいいって発動するんだけど、それがね、発動しないんだよね。ん？撃とったぞ。ん？撃とか？ベイトだった。さすがに。俺それだったんや、来たの。おぬめ腐ってるの。ロールデカウルキ。R の自動効果。自身がダメージを与えたチャンピオンを 3.15 秒間マークする。マークされた敵に侵入してっていうのが、インのウルトなんだけど。なんかそれなくても打ってくる気がするんだよな。スマイドとかも届く距離じゃないのにこの間打たれたからさ。あれ違う、常に入れてる気がする。読み直そう、スマイリフのケイン。多分ない。それそれないの。ないの。みんな、いやでも突然にダメージ与えてんじゃねえのかって、俺それ言ってんな、あれ。今ミットいただきます。うわー、ボリミキだ。あ、俺取っちゃった、取っちゃう、食べていいか、食べちゃう、全て食え。あ、やらか。どこ、これどこまで逃げれ、いや俺じゃないの受けてんの。あ、これルルで大きくなってるだけか。うい、うい、うい、何のスタンこれ。うわー、
ブトルアルティメット。ノーチが風呂ハ持ってるからめっちゃキモいな。エース遅いね。めっちゃエース下げられてた。もっとエース積まなきゃいけない。テルミンです。でも4手目とか3手目でアマランス行く人もいる。俺そっちの方が強いと思ってる。カリスタ。うん。本家のカリスタがそうだね。王権グインソー、王権グインソー、テルミヌス、ジャックショーとかだね、基本。ちょっと待って、下がりすぎかも、エース下がるね。下がりすぎじゃね、殴れないんだが。ノーチラスを、ノーチラスから逃げないといけない。このゲームノーチラス以外のやつに、うん、走るしかないな。これあいつ最強だわ。一番カウンター走る。 20% ってこんな重いっけ。なんかナサスのいい受けたみたいな。あ、36% か、最大で。何だっけ？ライトとかダークって別にライトがバフされて、まあ、まあ、バフ？ライトが値段上がって、はい、なんか能力増えて、で、ダークが HP 減っただけ安くなって。普通にアイテム自体が強くなった。うん、何もだから別に特に気にする必要はない。むしろほとんどプラスになったんじゃないかな、アイテムとして。まあでもね、 IE とかが 100HP 減るの結構エグいけど。 IE めっちゃ評価上がったよ。逆に安くなったから、ダメージ上がったから。安くなってダメージ跳ね上がったから、うん、クリティカルダメージ上がった。あ、そっか。から初手で行く人もいるし、やべえ、あぶねえ。こいつら本気すぎ、追いかけてくんの。ガチすぎ、割れた。やばい、ノーチラスがいると。こいつエイジオンがディーザルテンポ溜まってんのに。誰か、誰か、ガメ、こいつ殺せ、ガメ、こいつ殺せ。やべえ、重い、スローが重い。殴り食うよ、殴り食うよ。エース2期、エース2期。よし、ウルト湧いた。ガンガン、ウルト湧いたのでかいな。抜くの遅い。うん、吸い込まれる。ガレスのスプリットが来るか。敵のタワーを破壊しました。いいぞ、足速。あとこのゲームさ、 W 使う気にならないんだけど、これ使った方がいいかな。いらないんじゃね、 W。 いや、これマジでゴミだよな。まあまあ中盤はいいけど、序盤は取らなくていいし。え、取る必要ないな。あ、その W の、ま、W のそう追加効果がそのために取ってるけど、うん、なんか使うことはない。でも多分いらない気はするんだよな、うん、普通に。俺もいらない気がする。追加効果なくてもその他のいい時を上げた分で補える気がする。追加効果割合だし。回収できるぞ、別に。ちょっと回復するわ、一旦。回復、回復、回復、回復。回復と、
カワフも取れてないのか、これ投げ、よしよしよし、俺出れるか、俺取れてないね、何でもいいから、エース、おっと、ダメージ低っ、エース押すとダメージ低っ、これルル飛んでけ、あーダメだ、飛んでた、死んだと、言うこと多いな、エース押すとダメージ低っ、起動押すといいの、ダメだ、テルミヌス、テルミヌスじゃねえ、アママン行ってる暇ねえ、リカブボ行くわ、あれ行くわ、三つ行くわ、エリックしたや、動きは強い、動きはサッシュも欲しい、お金が欲しい、いやでもこれ、あ、てかサッシュ欲しい、サッシュ買うわ、まず欲しい、いやマジでさ絶対に殴られる距離すごいな、フロハ、フロハが頑張ってる、うん、フロハってこんな強かったんや、初めて思った、一番マジカリスタ、そうよな、マジで相性悪い、マジで相性悪い、2個2個に刺さって、 MS 下がるようなもんだし、ね、実質ノーチが最強に見えてきた、うん、最強チャンプやこれ、ロハノーチ熱、オデセも入ってるというのに、最初のやつ自分でやるわ、あ、でも最初自分であれか、ルルにやってもらったらいいか、わかりやすいな、俺が、うん、オリキューのうち、ブルト、うわ、まずい、まずい、体マジ柔らかいな、あかーん、相手主義か、さよなら、さよなら、結構高えなぁ、ウィッツ、このチャンピオンを攻撃、いかんか、 CC 多すぎてマジやりにくい誰かガレスに突らせるか、いいポリモフ、敵を倒しました、ん、なんか結構乱せてる、悪くない、俺が到着するぞ、突撃するか、突撃したくない、焦らせる、ウルト湧いた、うん、一旦ベール貼っとくわ、あのフロハ最強だろ、オーケーオーケー、よし、エルダーに走ります、うわ、こいつフルーツくれない、ひどい、かわいそうなルル、かわいそうなルルちゃん、ほんと来るぞ、攻撃に備えろ、こんだけ言えたら死んでくれ、オッケー、これナイス、もう俺 HP あまりに、おおおうわ、オッケー、いけ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 、オッケーオッケーオッケー、カリスタっぽい、シャットダウン、よし、 A するだけじゃん、いい意味ないよこれ、いい意味ない、 A だけが、そう、 A でもどんだけA でどんだけシュンシュンできるかだけやん、シュンシュンがすべて、カスみたいなダメージでしか出んのやめろや
うっしゃ入ったぞ。ネムネムカットならトリスとかでもええんちゃうかなって。いやでもトリスとはまたまあちょっと一風違ってはいるけど、まあルルはルルちゃん合わせるほどじゃないかな。ねえ、この試合下手すぎたから動画化やめようかな。うわでかすぎ。ルルだとウルト使うとこねえな、なんか。うん、俺に繋がなくてもいい。いまであるな。ジャグに繋げば最強な気がする。そうだね、ナビはカリスタホットビックスグルみたいだから、そっからコンテンツね。確かに、さすがに、さすがにかも。俺たちユダあんの？ユダあと3、2、1秒、なくなった。よしよし、ありますか。あ、まずもらおう。さっきクラウンが入る。アマモン入るぞ。来た、ウルビー。あー、エリクサー伸びてー。なんでこのゲームエリクサーないの。言ってない。はぁ、あ、アバフもらおうか、さすが。我らの目的は一つ。眠れない。こんな毎回気になるのにね。ね。エリクサ欲しいよな。うん、裏画面行っちゃった。間違えた。ケイン怖いな。あ、ケインのところいっぱいいるなら折れるやん。はいはい、あ、でもナイトエッジで。ナイトエッジで。どうすか。何ノーチが来る前に見てるとこある。わお。オレソルが。バッキンオレソルしてる。取れない。やべえ、二人消す。カサディまで消されるとは思う。もうちさえいなければなぁ、ね、ガンガン殴りたいところだが、ウルビが頑張ってくれてる。戦うかこれ、俺それいねえし。ちょっとやってみてもいい。でもね、あれがないんだよ。いける、ベルある。うん、ベルな。一回引き抜くか。一旦ね、引き抜いた方がいい。ハラスで、ヒント相手。クソ、倒せねえ。倒せねえ。何回したかわからんな、もう。いや、最愛だけなんで。マジで。いやマジでなんかポンコツなんだが、これもうこまめに引き抜いた方がいいな。え、そうだね。うん、これちょっとしたダメージ期待して損するわ。別にバシーンってならんもん。やべ、パラレル。いけるいける。はい、引き抜き。カザリンのバスに勝てるわけがなく悲しい。
ないない。ゴーストーン。よ、アルスノールといつも避けてるということにして。いた、倒した倒した。俺それが痛い。よよよ、もうやけですが、ゆたり湧くし。ルルちゃん捕まってもいいよ一瞬わざと。ナイス。いいぞいいぞ。ピンピン回してる。よっしゃー。ピンピン回してる。もうここだけや見せ場。ダメージ。見せ場ここだけや。エルダー取ってからや。エルダー取って生きるしかない。エルダーが必要か。ルルとエルダーが必要、うん、このキャラ。いやー疲れたー。これは疲れるな。そうダメ。腱鞘炎になりそう。ああごめんね、疲れる普通に。116,055ダメージ。ま？相手が硬すぎただけこれ。もしかして。いやそうなんかな。溶けてなかった感じがしたのは相手が硬いからダメージ出てない感覚だった。いや確かに序盤の俺はマジでちょっとね、7デス6デスぐらいまでめっちゃ下手やったけど殴ってはいたんよ。どういうことこれ。相手がエリックしたや殴り返ありましたね。でも殴り返しかなかった、硬すぎやって思ってたよ俺は。硬くてもあいつらが硬すぎるのが悪いか。別にバーレスと俺それは溶かせる、うん、え、これあんま、え、これどっちなん評価。俺はもうやっててもういつ死ぬ相手いつ死ぬと思ってたけどやっぱ弱いか、うん、ジンクスなら多分4万ダメージぐらいで試合が終わってたそうなんだ、試合が終わるんだよね、うん、これカリスタだから11万ダメージ出ただけなんだよね。APMF 現象だろこれ。これそういうことだろ相手死なないからダメ、一生ダメージ出してる。いや一応11万だったら下手でも動画出しとくか。ちょっとまあまあさすがにもうもうやりもうやらなくていいんでしょ。もうやりたくない、もうやりたくない、ルールやりたくない、もうやりたくない。皆さんホットミックス来るまで待ちましょう。許して、これで限界だ、はい、多分人生最大ダメージカリスタマジ